こんにちは。列車久しぶりですね。今回ついにコンストラクションモードでのシナリオ作成が完成いたしました。本日のこちらの動画では私が作ったそのコンストラクションモードで作ったシナリオのマップを主に説明していきたいと思います。どんなシナリオになったのか始めていきましょう。あ、そうだ、もうアップロードできるのかな。さっきテストプレイで無事シナリオを自分でクリアさせられたから多分選べんのかな。今回の自分で作ったのはこちら、2013年開始の首都圏のベッドタウンというシナリオでございます。実際にある地形とかをアレンジしてみました。実際にある場所をモチーフにしてるんですよ。首都圏への人口流入が止まらない中、首都圏からほど近い郊外エリアのベッドタウンが急ピッチで進められています。住宅事業に注力し自治体の期待に応えましょうとのことで、クリア条件は人口10万人以上、町全体で6年以内、住宅経済規模150億円以上を一王女という場所で6年以内、年間鉄道利益50億円以上を6年以内となっております。観光系はないんですねっていうシナリオでございます。あ、これで X? あ、違う、データ削除したらダメ。危ない。アップロード、さっきね加入したのよ、任天堂切れて言ってたの、期限がいけるよね。アップロード1年だとシナリオ公開されるのも1年ってことでいいのかな、それとも一瞬アップロードされればいいのかな。でもみんなにアップロード、はい、大丈夫よ。みんなプレイしてくれるかな。あ、アップロード完了しました。評価とかなんか書いてたんだけど。まあいいや。では本日はこちらをやりましょう。難易度は優しいで、初期資金は2697億円ととんでもない金額になってますが、意外とこの2600億円ね、すぐなくなっちゃうとは思いますよ。私は全然足りなかった。ブランド力抜群です。社員状況も良くて、信頼度も抜群です。なぜなら私は信頼されてる人間だからです。嘘でーす。自分で言うようになって。ではやりましょう。ネタバレになっちゃうんで、最初のゲーム開始時の会話ログは全部飛ばしちゃいます。さあ、こちらが私の作ったマップでございます。まずはどこから説明しよう。各地の場所について説明していきましょう。じゃあまずは一番端っこからいきますよ。ビューっと、こういう山とかも全部私頑張って作ったんですよ。地球一から平坦な地形から頑張って作りました。まずこちらは一番遠くのエリアですね。そうだ、役場でマップを見せましょう。どこから見せるのがいいんだ。このようになってます、右側のマップ。一番山奥なのが奥昌磨、そしてその右に北かな、北東にイリフサって読むのかな、自分でも読み方が分からないわ。その下真ん中ら辺に赤桃、そして二日市、そしてその右には秋島、そしてその下には左から松原、帝都一王女町となってます。一王女だけ町っていう扱いになってるんですね。人口は8000人ちょっと超えてる、8181人です。経済規模は6600億円、前年度の観光客数4000人ですね。観光案内はどうなってるかというと、帝都山という山が一箇所あります。ここ赤ピンになってますね。そこがね観光地なんですって。さあ、まずこちらは奥昌磨という山奥にある、ここの駅の終点駅になってますよ。奥昌磨住宅も全然ないですね。こっちには湖があります。奥昌磨湖っていうのかな、そんな感じのエリアになります。山に囲まれてて、ここら辺の地べたあたりから景色を眺めるとこんな感じになってて、ちょっとど田舎感が漂ってて私は好きですよ。さあ、一個前に進みましょう。電車が通ってますね、5両編成。さあ、こちらには橋があります。何大橋って言うんだっけ、奥昌磨大橋的な名前です。実在する橋をモチーフにしてますよ。道路はここまでからこっち方向に伸びてます。ここは赤桃街道と呼ばれるちょっと大きめの道路になってます。さあ、こちらが赤桃エリアでございます。頑張って Google Earth とか Google マップで見てみ作ってみました。結構似てると思うんですけど、どうですか。かなり再現度が、こんなシンプルなのに再現度が高い気がするの私だけじゃないでしょうか。いや、結構似てると思うんだけどな。
無駄になんか雰囲気が出ててると思います。だけど道路はここで途切れてしまいます。なんででしょうか。ここら辺にはゴルフ場がありますね。しかし駅はありません。じゃあこうたーっと進んでいくと、まだまだこっち行くと畑が出てきます。さあこっちに見えてきたのは拝島駅です。拝島だったはず。昭島じゃなくて拝島なんですね。このような感じになってて、西側はこんな感じ、信用金庫が駅前にある、そんなところですね。東側は特に何もなくて、ちょっとマンションがある程度って感じです。さあこっからこう行くと一番の中心街、一王女に到達します。一王女、個人的にも結構ここら辺は頑張りましたよ。ここら辺のビルとかビル、ここしかないんだけど、結構再現度高いと思うんだけど、認めてくれるかなみんな。なかなかほら元のと似てない？似てるよね。私は似てると思うんだけど、どうでしょう。ほら実在しそうな街でしょ。ビルここしかないんだけどねなかなか似てるでしょう。いやーこの巨大なビルもね、そっくりなのがあって本当良かった、嬉しい。っていうかもしかしたら本当に一緒なんじゃないかなって思うぐらい一緒なんですよ。南側はこんな感じになってますね。北側の方が再現度高いかしら。でっかいビルだわ。さあさらにこっちに行くと、こっちが低塔になるんですね。ショッピングモールがありますよ。私はこのショッピングモールのことについて知らないんで、地元民は知ってるけど郊外の他の人たちは知らなさそうな、そんな感じのなんかやつなんですよね。イオンじゃなかったと思うこれ。ここが低塔駅です。降りるとそう桜並木と階段があって山に登れるんです。そうこのマップ本当に登山ができるんです。登っていきましょう。あたたたたたあたたたたあたた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 たあーいい景色、もうちょっと綺麗に見えたかった。設定でちょっと距離を変えてみようか。円形のねグラフィックの設定がねできるんですよ。ハイモデルはこれは関係ない。歩行者もちょっとありとかにしてみようか。今どっちがいい？あんまり変わんないか。天候変化、時間変化、時間変化でねちょっとだけ時進めるか。夕方とかになるとね雰囲気が出てくるんです、夜景みたいな。まだ夜にはならないので別の場所も紹介しましょう。さあ山を降りると今度はこちら側には不思議なニュータウンがあるんですよ。なんちゃら動物公園とかあるね。そしてここは電車が真ん中に通ってて、住宅がビシッと電子線路沿いに立ってます。なんだかとっても不思議な感じですね。こういうマップでございます。北の入草は特に何にもないんです。お、夕方になってきたよ。ちょっと見てみようか。おーいいねいいね、なんかめちゃくちゃいいじゃない。うわーめっちゃいい。ちょ時間をゆっくりにしようか。おーなんか通ってった。すごい雰囲気があって、こちらがこの街の景色です。いやーすごくいいじゃん。ホタルの光みたいな、なんか光ってのホタルの墓みたいなね。あそこの最後のシーンの夜景にそっくりだわ。これ夜景も楽しむことができるっていうマップです。シナリオどんどん進めてもらって、開発が進むとさらにもっと綺麗になるんじゃないですか。いやー美しい夜景を楽しむことができます。その他いろいろ見てみましょうか。レポートは
このようになってます。人口10万人でまだ8000人となってて、年間実利益はマイナススタートです。ユーザー経済規模は最初から30億円あります。その他の情報は外部の情報だと、こっち見てみようか。北は母部、右は首都、下は相撲、西は山ありとなってます。全部実在するのかなっていう感じの地名ですね。では本日の動画はこちらで以上としましょう。いかがだったでしょうか。これ頑張って一から私が作ったんですよ。次回からはこのシナリオを私が実際にプレイしていきます。優しいでプレイして果たしてクリアできるのか、皆さんぜひ楽しみにしててくださいね。でアップロードしたんでもうプレイできるのかな。もしプレイできたらぜひ皆さんダウンロードしてみてください。もしなんかダウンロードできないよとかあったらちょっと私に言ってもらえればと思います。では本日のこちら動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思った方はぜひともチャンネル登録、高評価、ツイッターの拡散ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。